チェリーです。いやー、つい最近ね、たまたま見つけちゃったんですよ。共同パートナーをやってるアニークってあるじゃないですか。あの孤島の花嫁とか、まあその他もろもろ他のアニメも扱ってますけど、あそこのサイトをチラッと覗いたら、ものすっごい学装絵が追加されてたんですよ。まあご存知の方もね、おられたかもしれないですけど、なかなか気づかへんよ、あれ。たまたま国王やから気づいちゃいましたけど。もうほんまたまたまね、気づいちゃったんですよ。だからね、それを今回、ぎっちり紹介していこうかと思います。チェリーズヤス。はい、こちらでございます。アニーク×五等分の花嫁。毎月5日に新たな学装絵を追加。そんなの知りませんよ。だって、マグカップとお皿と、この画像に載ってる真ん中の額装絵とかは、他のもあったんかな？まあでも真ん中のやつまでは完全にありましたやんか。なやこれ他のやつ。いつの間に追加されました？とりあえずどういう感じなのか見ていきましょうか。五等分の花嫁パートナーコレクション。共同パートナーの特別体験スペシャル。毎月5日に追加される珠玉の額装絵を購入できる。第2弾ってことは、第1弾がもうすでにあったってことですよね。それちょっとほんまに知らなかったんですけど、第2弾の絵がこちらです。めちゃめちゃええやん。俺このなんかカラーのやつね、持ってないから、どんなんかやっぱ手元で見てみたいですよね。で、これが3月5日から4月4日まで購入できるみたいで、第3弾が4月5日から5月4日。第4弾が5月5日からっていうことなんですかね。ちなみにお値段なんですけど、3万円プラス税がかかります。で、サイズが 47cm×39.5cm で、厚さが 2.5cm。 特別体験ボーナス、パートナーコレクション記念額装絵思い出のギフトを注文すると5つ子からのメッセージが届く。あー、これ5人から届くんや。2月号から開始したパートナーコレクション記念額装絵を注文された方には、あ、2月5からってことは、去年とかに買った人はまた違うんかな。ほんで、毎月発表される額装絵ごとにメッセージの内容は変わってくれるらしいよ。それずるいわ。他の記念額装絵と記念カップ、記念プレートを注文された方にも、特別なメッセージカードが一緒に届きます。そもそもこのアニークって何ぞやとなってる方ね、おられるかもしれないんで、この共同パートナーについて軽く紹介していきます。特別体験1、君の名が1か2の肉四つ葉五月の共同パートナーとして刻まれる。このね、画像の通り、まあ5人がいるんですけど、このモザイクになってるところかな、そこに自分の選んだ名前をデジタル証明書として刻めるんですよね。これに関しては、まあ、自己満というか、一応共同パートナーにならんと他のグッズが買えないから、おまけみたいな感じなんですけど、まあ、五等分とちょっと、ボーンと一体がなれるみたいな、そういう感じですね。で、お値段が1500円です。特別体験に、思い出のギフト、記念プレート。こちらが買えるようになりまして、特別体験3、思い出のギフト、記念額装絵。まあ、これもね、結構ええお値段するんですけど、かなりの化け物です。特別体験4、記念カップ。これはね、マジでおすすめです。すっごい綺麗ですからね。ここにも映ってんちゃうかな？きっちりおりますでしょ。プラスでミニタオルもついてきます。で、特別体験5、その日その瞬間、特別な君との記憶。共同パートナーとなった花嫁の絵、東京都渋谷区表参道アイビーホールチャペルで巨大絵となり展示されました。チャペル展示の記憶を限定ウェブレポートとして、共同パートナーのみマイギャラリーページから鑑賞することができます。まあ、いわゆるファンクラブみたいな感じやと思っとってください。まあ、とりあえずね、このグッズが欲しかったら1500円を払って共同パートナーになってくださいっていうことですね。もう一回ちょっとこの額装絵チェックしときましょうか。いやー、どれが欲しいやろ。これ大きできるかな。あ、できたできた。
うーわー、捨てがたいな、どれも。うわ、めちゃめちゃいい。あー、パジャマもいいな。うわ、この水着のやつね、タペストリーありましたよね。この5人のやつはもう普通ですよね。で、下はどうなってまんの。うーわ、このフィギュアありましたね、おっぱいぶつけてるやつ。これ5人のやつめちゃめちゃいいな。寝転んでるやついいし、このもう一個の寝転んでるやつもいい。うわ、ニノちゃんとミク。うわ、この浴衣もいい。浴衣じゃない、浴衣、晴れ着か。うわー、これが言うたら、まあガン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 毎月追加されるということで、どれか一個でもね、挑戦したいっていうのはありますけど、まあそこはお財布との相談でございます。はい、いかがでしたでしょうか。まあどうやって買うんかっていうのを簡潔に話すと、さっきも言いましたけど、共同パートナーになったら、ゴーンと先のね、限定というか、もう超記念な学装絵が手に入りますんで、気になる方はね、よかったら入ってみてください。まあ国王もね、今後もしかしたら買うかもしれないんで、ちょこちょこ兄行くはチェックしておきます。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。